お久しぶりです。何ですか今日、ポップですね。いい感じですね。こんにちは皆様、ビブラータ土曜日ですよ。はい、久しぶり。今日久しぶりです。本当になんか今日、うん、曲もね、洋服もポップで、うん、いい感じですね。ポップでしょ。はい、何週間、3週間ぶりぐらいですかね。ちょっと、はい、この前の土曜日はなんだっけ、台風か。そっか、台風来るっていう話を前日ぐらいに聞いてて、早々とお休みを決めまして、で先週はちょっと私の市場でちょっとお休みさせていただいて、市場で、はい、はい、皆さん元気？ビブラートお届けします。6月30日最後の日、はい、6月のてか半年ですよ、もう2018年。はいはい、土曜日12時を回りました。皆様、はい、いかがお過ごしでしょうか。はい、さっこさんも超久しぶりでですね、1ヶ月以上ぶりぐらいですかね、うん、元気でした？全然元気じゃないですよ。元気じゃない、うん、私も風邪ひきましたよ。あ、そう。病院が良いの役付けですよ。役付け、言い方が悪い。飲み切って完全に治りましたので、またね、明日からは7月だから元気に。そっか、今模試とかの時期ですか。うん、お、なんで分かるんですか。今日模試なんですよ。ですよね、うん、模擬試験、今日学生がね、うん、監督、試験監督です今日私。あ、今から。そう、あの夕方からなんで模擬試験、うん、あ、塾でもあるんですね。あ、そう高校でもあるし、塾でもあるしみたいな。塾であるので、後で行ってこようかなと思います。皆さんこんにちは。さこさん、風邪大丈夫って来てますよ。あ、私は風邪じゃなくて、うん、普通に鼻炎っぽくて、あ、わかんないもん、何なのかがわかんない。蓄膿ですかね。ですかね、もうなんかずっと鼻声で。痛いとかあります？何にもなくて、熱も出ない、鼻水だけ、うんうん、なんだろう、皆さんなんかね、うん、治るようになんかアドバイスくださいよ。今日さ、セイラさんめっちゃあれじゃないですか、カラフルじゃないですか、うん、眩しい、やっぱり、うん、みんな言いますね。嘘、本当だ、カラフルだってきて、私そんなに暗いイメージあるかな。割と明るいのを着るようにしてます、なんかなんとなく最近は。まあ、でもね、あの黒ダメだと思ってたんですけど、うん、黒も結局なんか似合う色に入ってたみたいで、黒もまた戻りつつあります。似合うんですけど、なんか明るい色の方がいい、うん、明るく見える、うん、あ、じゃあどっちも攻めていこうかな。濃いですか、濃いですか、濃い、濃いしてるんですか。色が濃いですか。濃いですかって聞かないですよ。濃いですか、あなた。そうです、濃い色が似合うんですって言うとしたら。濃いですか。濃いじゃないですけどね。してない、無意識にしてるんじゃないですか。それをあの、なんていうんですか、恋をするために明るい服着てるだけじゃないですかね。なんていうの、あ、新しいですね、新しいですね、今からやるためにみたいな。ちょっと明るくいこうと思います。はい、皆さん元気ですかね。で、今日のテーマをじゃあ発表します。あ、いけます。はい、見えない。はい、でだん、2018年折り返し。はい、もう今日が6月最後なので、ちょっと振り返ってみようかと。1月から6月まで何があったか、はい、うん、あんまり覚えてないけど。いや、覚えてないんだ。あんまり覚えてない、昨日のこともすら覚えてないですからね。確かにね、ちょっと振り返ってみようかなと思います。だから明日から頑張れるように、7月に向けてね、うん、頑張れるようにちょっと振り返りをしたいと思いますので、はい、皆さんもなんかこんなことありましたよってあったら送ってください。はい、で今日ね、ちょっとね、パソコンのね、調子がね、はい、悪すぎて私の携帯からいろいろ曲を流していきますので、はい、はい、じゃあ早速、じゃあ1曲目を流そうかな。はい、はい、では大石正義でお友達フィルム。ちょっと待って、こっち向いて。ファインダーはいつも決まって、君じゃないとピンとこない。僕はどうかしちゃったのかい。お友達を通り越してすれ違いの恋人未満も、それは想像していい世界。気がつけばまるで虹のようさ、もう季節よ止まれ。君と切り取った時間が写真の中で、あれもこれもそれもどれも輝いてんだよ。ねえ、君に一つ伝えときたいんだ。もう止まらない、隠しきれない
声入ってますかね、ツイキャスかなっていう。タイゴさん、今日の服あれみたいで、あれって何？うっとしいですね、もう言葉が出てこない。ミスと思った。何々みたい、あれみたい、あれってなんだろう。でもなんか見たことあるからですよね。一応これユニクロと、なんかマリメッコっていう水玉とかがの柄が有名なとこのコラボらしいんですけど、かわいい、超派手ですよね。中学生にも言われる、今日派手だねって、うん、目立つねと。一回しか来てないけど、そんな時もあるよ。派手、いい、めっちゃいい感じです。派手派手派手。曲あと1分ぐらいなので、終わったら CM にしてもらっていいですか、はい、あと1分ぐらい。あら、ジミンさん体調不良。あー、シュプリームさん高いブランドばっかり知ってる。だかなあ、そうですそうです、ユニクロとコラボなので、いや、安かったかな、3000円でお釣りが来ると思います。おー、うん、まあ、ユニクロにしては多分高い目だけど、ずっと履くとかもあるかなと思います。ちょっとラジオに出るときは派手めに、うん、明るい色がいいかなと思って。セロさん、なんか痩せました？痩せました？痩せてないと思うけど、痩せてみる？明るいからかな。知ってる。ちょっとね、暴飲暴食してたのを見直しました。でも2キロぐらい落ちてるかも。もしかしたら少し少し落ちてるかも。きなにかく模様カラフル、カラフルでしょ。うん、トップレスって、トップレスって上半身裸ってこと？雨男レイニーさん、雨男レイニーさんは初の人ですか？前から聞いてますよ。見たことあるかな、私。初の気がする。南米の鳥みたいな感じ。あ、そうそうそう。南米。そう。あ、南米の。そう、沖縄の鳥です、私は。裏でも、あ、裏はカフェの音で出そうです。あー、OK です。じゃあ裏はそれでお願いします。はい、できます。うん。ふん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 、流れないんだけど。ほら、無理やりセルフ BGM が、はい、しかもなんかウホホイみたいな、なんかもうちょっと可愛い、今なんでもなんか数字合いましたね。ね、可愛い歌声にすれば良いものを、ちょっと2人の中で出てきたメロディーがそれだとウホホイってな。こんな自然に始まります、すごいですね、私たちね。うまく合いましたね、今ね。だから私たちなんかいいんじゃないですか、コンビね、相性がいいかも。だってね、急に、うん、1ヶ月ぶりでね、うん、しかもふんふんって来てほしかったのが来たから、よしと思って今。いいですね。なんか BGM いらないんじゃないかな。ずっとうほほいで言ってんの、うん、はいはい。1時間これでね、ゴリラジオ。ゴリラみたいですよ、なんか。ちょっとでも曲挟めばいいんじゃないですか。はい、まあ、今どっちがメインか。こっち。ちょっと曲挟む。はい。ほほい、はい、すいませんね、ちょっと久しぶりなのに。ほほいで始まりましたが、ビブラートをお届けしております、はい、今日のテーマは2018年の上半期振り返りなので、うん、何があったか送ってもらいたいなと思ったんですけど、早速ナジュミンさんが体調不良に悩まされた前半でしたね、後半は鍛えたいと思います予定は予定ですって、うん、ねえ、私も結構風邪ひいたな。なんか2ヶ月に1回風邪ひく、なんていうの、サイクルができてて、うんうん、だから2ヶ月に1回だから、半年だから3回ぐらい風邪ひいてますね、確かに。しっち風邪ひいて、うん、あ、タイゴさん、テレビの青黄色と放送終了した時に出るやつ、確かにその色合いだ。あ、わかる、あれだ、あの夜中に、夜中までちょっとピーってなるやつだ、起きてた時にね、うん、見たやつ。確かにそれだ、なんか既視感あるなって自分でも思ってたんですけど、それだそれだ。はい、ラジオだけど見えるラジオって、こういうのもバレるからウケる。はいはいはい、
コメントねいっぱい来てますね。いっぱい来てますね。皆さんも3週間分ぐらい一気にバーっと送ってるの。アシュプリームさんがなんかお嫁さん奥様のことなんか言ってたけど、それも流れちゃった。どこ行ったの。あった。先日嫁は自分に合う服がないと言って湘南の海でトップレスになっていた。捕まる？日本だとダメ？あ、別にトップレスっていうことは、でもブラジャーつけてたんじゃないですか。あ、そうなの。上全裸？上全裸？トップレスってなんだろうね。私たちトップレス経験がないからトップレスがわからん、ね、あとさ、なんか全然関係ないんですけど、うん、もう今ゴリラジになってね、ゴリラジナウってなったけど、ゴリラジじゃないよ。やめましょう、ビブラータ。ゴリラジにする。ゴリラジにする。いいよ別に。7月からゴリラジにする。最初始まり、始まり、うん、はいはいはい、やだよ。いいんじゃない、いいんじゃないですか。まあいいけどね。まあいいけど、まあ、ビブラータ通称ゴリラジっていうことで、副題でゴリラジを入れましょうか。じゃあ、まさかのね、ゴリラジかまさかのね、うん、マスオさん、あ、私この、うん、この話題、うん、玉木宏さんが結婚した話題が出てますよね。あ、どこですか。え、あ、マスオさんが出してるやつ、はいはいはい、最近ニュースになってましたよね。玉木宏さん結婚したって、うん、お相手の方の名前を今日の今日までコナンさんだと思ってたんですよ。なんだっけ、木南さん、本当は木南遥さんっていうらしいんですけど、ずっとコナン遥さんと思ってて、はい、あ、なんか変わった名前の人だなと思ってて、でもなんか印象的な女優さんだったから、なんかお似合いだなと思ってたんですけど、うん、キャスターの人が木南さんって呼ぶから誰やねんと思ってたら、コナンじゃなかった。この人けど超可愛いですよね。可愛い、なんかこういい、ね、演技がいいよね。すっごい上手で味のあるね。なんか作品の中に出てたら目で追っちゃうよね。なんかいいよね、うん、いいですよね。もうなんかなんかお似合いというか、玉木宏さんはなんかなんだっけ、のだめで、うんうん、ね、有名というか、あの印象も強いので、なんかお似合いっていうか、私の願望で言えば、うん、のだめコンビで、うん、結婚してほしかった。欲しかった。これみんな思ってるんじゃないかな。みんな思ってると思うね、うん、でもどっちもご結婚されましたよね。そっか、うん、だからどっちもお幸せになってほしい。そうですね、うん、もう一回やってほしいな。ね、いいよね、いいですよね、あのお話番外編で、うん、ドラマも良かったし映画も良かったし、うん、あれをきっかけでね、クラシック好きになる人も多かったんじゃないかなと。確かに、ね、で知らない人でも面白いですもんね。面白い、ね、いい作品だなと改めて思い出しました。ああ、見よう。なんか結婚祝いとかでね、なんか再放送とかしてくれないかな。ああ、うん、ちょっとね期待しましょう。期待しますね。シュプリームさんがセラさんと同じ T シャツ嫁に買ってあげようって。多分ネットだと多分販売してる、都心だと店舗にも置いてるかな、うん、うん、多分買えると思いますよ。そう、なんかみんなが買えるものを着ようと思って、みんなでみんなで一緒に着ようと思って、そういうのなんかちょっと宣伝じゃないけど、回し物じゃないですよ。私ユニクロで働いてないから。いや、働いてないんだ。働いてないけど、はいはい、こういうの売ってますよ皆さん、うん、お揃いにしようぜ。うん、そう、これお揃いにしたらもうすごいアーティスト軍団みたいじゃない。いいじゃないですか、はい、ね、なんか塊でいたらかっこいいじゃん。そう、はい、木南遥さん、そう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 、真実はいつも一つって来てますね。そう、本当にコナンだと思ってたんですよ。なんかっていうか、コナンさんって聞いたことがあったんですよ。コナン遥さんって紹介されてたの聞いた覚えがあって、あ、なんか印象的な名前だし覚えやすいなと思って、うんうん、で個性的な女優さんだから、あ、なんかちょっと好きだなと思ってたんですけど、全然違かった、木南さんだった。うん、そうですね、大吾さんが言ってるけど、よく脇役とかだったりでしてたよって。そうそうそう、なんかメインになることはあんまりなかったかな今まで。けどなんていうの、主役を食うじゃないですか、演技うますぎて、うん、っていうか、うん、私の持論なんですけど、うんうんうん、あの可愛い女優さんとかの演技、うん、あんまり面白くないんですよ、うんうん、でそうね、うん、ふんふんふんって見ちゃうんですよ、うんうん、こういうなんていうんですか、この独特な感じ、うんうんうん、うんうん、ってなります。さっきからさ、うん、ゴリラのおたけびでしか会話しないから、ね、うんうんうんってなって、うんってなってきて、ゴリラ時代はこれわかるかな、わかりますわかりますよ。でもわかります、うん、やっぱメインで立つ人はやっぱ何かしらアイドル的要素というかね、綺麗系とか可愛い系とかで持ってこられるので、うんうん、あんまり演技力は多分ある人もいますけど、うん、
なんか重要視はねされてないのかなと思いますけど、だからそれを食っていく脇役の人見るのが面白いって言っても、ね、満島ひかりさんとか、うん、そんなにね、うんうん、そんな主役とかそういうのあんまりやらなかったのに、うん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 、もう食っていって、そう今じゃもう超主役ですからね。すごいすごいすごい。水島さんは私の同級生のお姉さんなので、なんか見ててすごいなと思います、ね、同級生のお姉さん。そう、弟さんも今俳優になってるじゃないですか、慎、うん、太郎。そう、慎太郎だっけ、慎之介、慎之介か、慎之介が中学校一緒で、そう部活の私吹奏楽部だったじゃないですか、それの定期演奏会の司会とかもさせてたんですよ。だからちょっともうちょっと売れてきたら DVD 売りさばこうかと思って。いやそうそう身近にいたんですよね。じゃあ超イケメンでね、有名。あでも他の学校の子たちの間でファンクラブみたいなのがやっぱあったみたいです。バスケ部だったみたいですけど。あるでしょうね、あるでしょうね。学校ではそんなに人気なかったかな、内緒だけど。え、いい、全国これ全国。まあ生徒会長やってたのでね、うん、まあそれなりに年下とかね後輩とかからは慕われてたみたいですけど、特に別になんか学年ではなんかそういう水島みたいにシュッとしてない人でもモテる人いるじゃないですか、うん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 、なんかわかんないけどモテる子たちいるじゃないですか。まあそんな感じでモテる人もいっぱいいたので、別に学年で一番モテるってわけでもなかった気がするけどね。はあ、うん、雨男レニーさん脇役だと浜田岳さんも演技がすごかった。わかる、超好きだった。あのプロポーズ大作戦っていう、あ、ヤマピーが出てたやつ、うんうん、懐かしい。長澤まさみさんとと、の浜田岳さんとあの A 倉奈々さんのコンビ、うん、マジで。 A 倉奈々さんその頃から女優やってる、うん、あそうなんだ、うん、長いんだ。高校生役で超かわいい。いいよね、そういうの。なんか自分しか知らないってわけじゃないけど、このなんか脇役の人たちの魅力に気づいた時嬉しいですよね。わかる、私だけが見つけたこのダイヤの原石。そう、そうただみんなねそれ思ってるっていう。みんな思ってね、だから売れていくっていうね。そう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 思いますね、うん、そうだよ。ゴリラ時代って来てるよ。あ、これメールが来てるんですけど、 ありがとうございます、ちょっとメールの開き方が分かんない。ま、じゃあ私が行きます。お願いします。セイラさんとサッコさん、生放送お疲れ様でございます。お疲れてないよ、大丈夫よ。まだね始まって18分ですから、うん、そうそう。衣装がカラフルで素敵です、うん、イエーイ。わら、わら、わら、なんでわら。素敵ですって止めて笑う。めいちゃんでございます。めいちゃんさん久しぶりです、ね。はい、まだビブラータの方が言いやすいです、うん、何が。ではまたゴリラジとゴリラジと比べてに決まってるじゃん。私最近ハマってラジオがあるんだって聞かれて、うん、何何って言ってゴリラジって言われて、なんか聞く気なんかなくさない。聞きたい、聞く聞く。どんなやつね。いや、まあ、気になりはするね。でもゴリラジさ、なんか私たちがすごいゴリラっぽい顔っぽいですよね。そう、それでいいですかね。もういいんじゃない、もうゴリラジ。いや、あのビブラータ副題ゴリラジってことで。あ、いいですね、カッコでね、うん、カッコゴリラジ、新聞のラテ欄、うん、カッコゴリラジ、うん、しよう。はい、あ、しかもあのかっこよく書いてくださいよ、アルファベットでゴリラジ。ダッサダッサ。まだカタカナの方がいいですよ。いや、カタカナもっと嫌じゃん。でもひらがなちょっとかわいいじゃない。ほらムックさんがゴリラジだって書いてあるけど、ひらがなちょっと柔らかいじゃん。あー、いや、もうカタカナでいこうか。英語とカタカナのごつさはやばい。ゴリラジ、ゴリラジ。ビブラータも強いのに。だから本当にもうわけわかんないですよ、何のラジオかわかんない、うん、分からん。あ、また2つ目、うん、めいちゃん、 ありがとうございます、はいはい、私の上半期を振り返って見て、もう私たち忘れてた、忘れたテーマ、もうゴリラの話ばっかりしてるから。ダメダメだ。上半期を振り返って、はい、よく那覇の公設市場、うん、界隈でセンベロを満喫していたな、うん、お、最近よく聞くセンベロってね、うん、流行ってますよね、うん、で振り返りましたと、うん、友達やリスナーさんを誘って、うん、センベロツアーを開催、うん、4軒巡り楽しかったな、すごい。そして下半期も開催する予定です、うん、では楽しく聞かせていただきます。ありがとうございます。はい、センベロってけどよく聞く、最近1000円でベロベロって意味だっけ、うんうん、でも1000円以上かかるんでしょ。結局でもお安いよってことで分かりやすいですね。アピールとしてはセンベロ、うん、本当に安いのかな。4軒回れるくらい、だから1000円で、うん、まあ、お酒、うん、おつまみがついてるっていう、ちょうどいいのか。じゃあそれをちょこちょこ食べながら歩き回るってことか。いろんなとこはしごできる、うん、うん、
同じとこセンベロで同じところいますよみんな。嘘いるんだ。まあそのベロベロの経験がないからさ、お酒飲まないからね。私たちね、なんてなんて損してるかね。損もしてるし、この会話にもならないってこと、うん、2人で、うん、流行ってますね、うん、本当にお酒飲まないってあれですよね、話が広がりにくいよね。そう確かに。でもちょっとお酒挑戦したいなってずっと言い続けてる、うん、でも私もなんか最近飲めないのに、うん、飲んじゃう、うん、飲ま なんていうんですか、私も飲みたかったんです、みんなに損してるって言われてたから、うん、いやもういいと、もういいか、なんか飲めたところで何の得もしないし、あ、まあそうね、まあ、今時ね、飲みニケーションとか言ってる場合じゃないし真っ向否定。もうキャラとお酒なくても別にね、まあそうね、いやっていうか、そうだよね、あなた変わらないと、お酒飲んで性格変わらないと会話できないんですか、うん、みたいな、まあ、確かにそうだみたいなニュアンスでこれから2018年後半やっていこうかなと思ってます、うんうん、いいと思います。私ジンジャーエールでいけるぞと。私はもう何にも変わらずに、うんうん、あなたと3時間喋ってやりますという気持ちで、うんうん、行きたいと思います。いいね、そうだよね、開き直った方がいいよね、うん、絶対ね、うん、あのなんか負い目に感じなくていいですよね、確かにお酒飲めないからってね、うん、あみんななんかせんべろ経験者多いね。そうなんだ、わかんない、うん、飲み放題1000円で飲み放題なの？え、違うと思いますよ。安くない？それ安すぎない？1000円で飲み放題じゃなくて1000円に何かがついてるんですよ、うん、1000円単位ぐらいでなんか注文していけるから、うん、あんま飲みすぎず食べすぎずができるってことじゃない？うん、うん、せんべろはしご、あ、やっぱはしごで使うのか。まあそうそう、そっか。ムックさん1000円って酔えへんって強いのかな。あ、レイディーさんは宅飲み、お家で家飲みするとせんべろできるって。確かにお家が一番安上がるよね。サコさんシラフで酔ってるって言われてるよ。私ですか、うん、いいことじゃん、お酒いらない、やってるふりができるっていうだけです、うん、あれですね、名脇役女優ですね、はあ、来たね、バレてしまいましたね、原石見つけてしまいましたね。私のゴリラの原石、ゴリラの原石ゴリラの原石、あ、マスオさんがいい風に解釈してくれてる、うん、ゴリラクラジオ、略してゴリラジ、あ、これ聞くといいことあるって。これ無理やりじゃない、無理やりじゃない、ゴリラジってゴリラのラジオだぜ本当は。まあ、私たちもゴリラっぽいんでみたいな、うん、よくゴリラって言われるのでゴリラジにしました、うん、にしましょうか、うんうん、皆さんこれもちょっと浸透させていただいて、ね、無理やりさ漢字にしなくていいからやばいよゴリラジ。あ、セイラさんはどうだったんですか、上半期、上半期、あ、上半期、上半期に今ちょっと手帳を見てどんなことがあったかなっていうのを見てるんですけど、マジで何も書かれてない。あ、待って、え、なんでこのテーマにしたんですか。うん、なんか知りたくて、自分も振り返りたくて、うん、みんなのことも知りたくて、いざ開けてみたらさラジオしか書いてないんだよね、ラジオ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 、あと何、卒業式とかなんかもうちょっとなかったのかね、なんだろうね。でもなんかほんと淡々と来てる感じはする。ラジオのこといっぱい書いてある。あ、免許更新とか書いてる免許更新しました。ゴールドですか。ゴールドです、今のところゴールド、まあ、でもね、なんかどうだろうね、ゴールド次いつだろう、帰るの5年後ですか。え、ゴールドだと5年後なんですか。多分あんまり、うん、あんまり頻繁に買えないですよね。そうそう、うん、で、そうそう、髪切って前髪超短い時の次の日に更新だったから、うん、めっちゃもうなんかお猿さんみたいな感じで写ってる、ゴリゴリ免許証で感じ、これだってゴリ免これだって5年間使うってことですよ。そう、ゴリ免いちいち見せないといけない、みんなにゴリ免。なんか免許証の写真ってちょっと本当に気合い入れて撮りたいじゃないですか、うん、マジで私、うん、マジ超可愛くてもう漏れたんですよ。おお、免許証の写真で、イエーイ、もうこれ変えたくない、うん、変えないといけないけどね、もうすぐなんですけど、うん、変えたくない、変えたくない、もうもったいない、もう、うん、なんか別人に映って、おすごい、すごい時間なかったんですけど、うん、あ、え、マジおばさんにあのマジ本当可愛く撮ってくださいっつって、あ、言ったんだ、え、もう目もこれいつも半目になるんですよって言って、うん、あ、撮るよ、ちゃんと撮るよからの321くださいとか、うん、めっちゃ言ってた。そういうのありなんだね。でもうるさいって、うるさいって言われあんたよ、うるさい、大丈夫よって
そうなの。でもやっぱこう免許証って絶対使うし、うん、大事な写真だから、うん、撮る前に美容院行ってセットしてもらう人ってもいるって言ってましたよ。わかる気がする、うん、でも本当に変に映るよね。変に映るっていうか、あれが本当かもしれないけど、やばいじゃん。なんか今履歴書でもできるじゃないですか、うん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 、ね、綺麗にショットみたいな、うんうんうん、あれなんで履歴書に 採用しないんだろうね。本当よ。いや、犯人みたいに映りますよね、みんなで。わかります？犯人みたいな、うん、だからすっごい悪いことした時の顔、わかる。あの顔はすごいよね。なんか罰を受けてる顔だよね。あれはちょっと、もう嫌だ。なんでそうなっちゃうかな。写真写りいい人っていますか？私一人だけ今まで出会った中で、あの東京にいた時のお友達で写真写りが抜群に、あ、もちろん見た目普通に出会って会話しても綺麗な人ですけど、うん、写真写り抜群な人がいて、で本人は写真撮られるのにあの得意ってばっていうぐらいだったんですよ、うんうん、写真の方が可愛いんですか？あ、ていうかね、ちゃんと元のものがちゃんとにじみ出る写り方をするんですよ、ちゃんと、うん、例えば元可愛くても写真写り残念だねって言っていっぱいいるじゃないですか。じゃないんですよ。なんかもうちゃんと自信がある写り方、目力があったり、うんうん、なんだろう、見せ方分かってるなって写り方する。うん、そんな感じ、うんうん、ちゃんとなんかその写ってるものからなんか意思が伝わってくる感じ。写真で、免許証の写真で、そう、なんかすごいんだよね。だから、うん、ね、でも得意って自分で言ってたから、やっぱ撮られ慣れっていうの、おう、うん、こうやればこう、この角度でこの具合でいけばこう映るっていうのがうまいんだろうなと思って、うんうん、だから普段から撮られ慣れるのは大事だなと思います。確かに、うん、でも注文つけるのがいいと思いました。本当にカメラさんに、カメラさん、あのおばちゃんに、おばちゃんが撮るんですよ大体、ね、そうね、多分一緒だと思うけど、あのセラさん言ってるところ、うん、おばちゃんだったでしょ。うん、お兄さんだった。お兄さんだった、うん、言いにくいな。早い時間でお兄さん で行列だったんですよ、やっぱり、うんうん、写真とかね。前の、多分私の前、一個前がおじさん、おじさんが撮ってて、後ろは誰がなんとかな、おばさんだったかな。そのおじさんおばさんとかそんなとこだわりないから、はいって撮るけど、その間でなんかこんなこんなしたり、なんか髪直したりするのは恥ずかしいじゃないですか。なんかおじさんとおばさんと同じテンションで入って、あ、さっと撮って終わった感じ。そう、さっと撮って終わって見たらやっぱゴリラだったっていうね、ゴリメンだった。あ、やっぱ私たちゴリメンですからね、うん、ゴリメンですから。ゴリメン、そう。もう免許の写真、笑顔 NG、 そうですよね。あ、コインありがとうございます皆さん。え、 NG だけど、うん、微妙に、そう、なんか微笑みっていうかね、なんかね、私、うん、なんかさりげなくエクボをくっそしたまま、うん、あ、出るね、おお、っていうのを開発して、うん、それもやりました、うん、いい、それいいと思う、可愛く映る。 目もギンギンに開けるんですよ。確かにね、大げさぐらいにやんないとね、撮ってくれないよね。そう、パ、うん、なんかペッて2枚ぐらい撮ってくれるじゃないですか。嘘、1回だけだったよ。カシャカシャって撮ってくれたんですよ。あ、そうだ。いや、本当に可愛く撮ってくださいっていうこのしつこさ、ズーズーしさ、大事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 、ね、はあ、さっこさんの免許見たい。え、見せます、後でセラさん見せてください。え、もう本当にゴリラ、本当にゴリラ、まあ見せるけど。ゴリラ、本当にゴリラ、どうします、もうゴリラって口を回らんぐらいゴリラ、ゴブレイラ、本当に見たい、それを逆に見たい、もう見せます。皆さん、なんかグッズが欲しかったらゴリメンでグッズ作りますよ、はい、かわいそうなぐらい。ブルガリーさん、ギノマ待たせたな、来たぜオレサンジョーって、うん、ブルガリーさんのなんかこのオレサンジョ待たせたの、なんかアイコン車ですか、これなんだろう、ちょっと反射し見えないんだけど、うん、ちょっとゴリメンにぴったりの、ゴリメンにぴったり恋するかちゃんさん、セラさん、さっきこんちーすって、あ、皆さん集まってきた、はい、こんにちは、あ、ゴリ捨てくださいって。で、待って、もうなちみんさんが、うん、綺麗な二人はゴリラではないって。優しいよなちみんさん、優しい。まあ、実物見たら撤回って言われるかもしれない、うん、あ、ゴリラ、うん、撤回、ゴリラ字でしたねって。わシュペリンさん、ひどい、セイラさんがゴリラに見えてきたって。見えてきたんじゃなくてゴリラなんですよ実は。残念ながらいつも隠してるつもりだったけど隠しきれてなかっただけで、ね、残念だね。
って感じで、私さちょっとさ振り返っても何もヒントがなくてですね、ちょっと思い出せないので、この曲を流してる間にどんなことがあったか思い出そうと思うので、じゃあちょっと皆さんも曲聴いて、うん、まったりしといてください。では2曲目大石正義で全部君のせいだ。やっぱゴールドは5年更新、タイゴさんゴールドセラステちょうだい、セラステセラステ、うん、170ぐらいあるんですか今身長だったり、うん、あれあそこまでないけど68とか7とか、うわ猫背だからたまに縮みますテーマね、そうテーマに向かわないんですけど、何があったか、本当だテーマ触れなきゃ、うん、何があったかな、あ、お客さん来てます、こんにちは、テーマもあれですか、テーマ上半期振り返りです、何かありましたか皆さん、あ、流走すごい、流走でね免許更新怒られるかな、1、2、3までが受験でしょう、大体え、もぐもぐタイムは2018年の話題、あ、ホットな話題でしたっけ、もぐもぐタイムって2018年でした、はい、あ、そうなの、うん、去年の話だと思ったそっか、スケートの話をしましたね、2月に、もう遠い昔のイメージ、はあ、忘れてるね、手紙ね、忘れてる、でもスケートは超感動しましたもん、まだあのテレビの録画残してあります、これ見ないけど残してあると言います、うん、なんか、あ、見ます見ます、めっちゃ見てる、もう5回ぐらい回した、何回回した、もうね、宮原さと子選手の演技がね、泣きました、うん、これ見てて、これ開けていいやつ、はい、大丈夫です、どうする、変なサイトだった大丈夫です、誰か見てるはず、キャンさんとかが見てるはず、あ、流装メイクで運転免許を更新できるのか、できるの、あ、10秒で終わります、あ、OK です、シェアお願いします、すごい、あ、ダメなの、あ、ダメだ、いいのかな、来たのかな、代わりの写真持って行ったからそれでやってもらった、免許更新の時は普段のメイクで行きましょうって言ってそりゃそうや、流装のメイクはさもうほぼね全部違うからね、うん、形変わっちゃうから、はあ、免許そうか、あと太吾さんの上半期は何、コナンより前に描いた、うん、ここにあるかな、大悟さん、大悟さん、大悟さん、おぉ、うん、誕生日が来ました、みんな来るじゃんはい、大悟さん2018年は自分の誕生日が来ますって、みんなそうじゃん、1年に1回あるでしょ誕生日すげえ大悟さん誕生日いつですか、終わりました、もう4月だったんです、あ、そっか、そうだ、上半期に誕生日あったあった思い出した、今日4月に誕生日ありましたね、別になんか特に何もなく
で、その時29になっちゃったんですよ、もう。わお。怖いね。もう30に向かってます。うん。30に向けてまっしぐら。え、太鼓さん、2018年の上半期なんて書きました？今、センベロのとこ見てるけど、ない。センベロ物足りないって。はい、なんか下の方に行ったみたいですけど取れないですね、うん、ないな、はい、すごいもう多くて、うん、取るか取れたかなんかあ、そういうツッコミ欲しかったって当たってたみたい、さっきのツッコミで、あ、みんな来るでしょ、みんな来るじゃんって、みんな来るやんけ、はい終わりでもそっか、上半期もう半分終わりましたかね、なんか目標とか立てましたよね皆さん。私さ全然達成できてないんですよ。もう一回振り返りますか、それは、うんうん、でもう早々ともうもういいかなって思ってる目標もあるので、ちょっともう一回見てみましょうね、うん、私が1月1日ぐらいに立てた2018年の目標1個目、女性としての魅力を上げる。もう今ゴリラの話してるんでこれ多分やばいんですよもうあ、でもほら洋服とか明るいの着てたりしてるから、うん、それちょっとね意識してるから、うん、まあ、継続っていうか達成してるかどうか分かんないけど継続はしてる、うん、2個目、うん、素直でいる。これあんまり意識してない。これはでも自分では分かんないですよね、うん、なかなか、うん、なんか我慢してることあるかって言われたらそうでもないけど、やりたい方でやってる方やってもそうでもないって感じかな、うん、素直でいる。まあでもなんかひねくれないようにはしないといけないなって最近つくづく思います。うんうん、なんかねこういうコメントが例えば皆さんが来るじゃないですか、うんうん、こんなですって来た時に、でもさから始まるんで私いつも、うんうん、否定から入るからそういうのやめようと思って、ちょっとこれ強制しないといけないですね。全部さいいですねから入ったらいいんじゃないですか、うん、そう素敵、うん、待ってムックさん、ま、ムックさんゴリの魅力を上げてこいやーみたいなぐらい、もう取ったコメントがやばいなかったんだよ、ゴリの魅力上げてこ、ゴリの魅力って何ですかムックさん、これね多分いや、またムックさん、まあでもね、ムックさんの一個前のコメント見て、あ、じゃあこれはもうすごい、うん、いつものセイラさんみたいな感じ、うんうん、いや、まあ、ムックさんキングコングに向かって進みましょう、うん、ではなく、うん、キングコング、うん、やだもうすごい素敵ぐらいの感じでね行けばどうなんですかね、ゴリラのお見合いみたいになってるけどもうなんかちょっと定着した感がすごいですよね、うん、まあそうです、あのなんかあんまり否定をしないようにした方が楽かなと思いますの です、ね、これはちょっと要継続、はい、で3つ目ですよ、全てのことでレベルアップする、うん、相変わらずですねでもこれ難しくないですか、難しい、簡単にできることじゃないよね、うんうん、ラジオもねなんか台風で休んだりしたしね、ラジオレベルアップして、ゴリラジにレベルアップしたかな今日、今日ねちょっとね今日はそうます、ね、このね半年ねこの節目にちょっとレベルアップ、うん、1個1ゴリぐらいはレベルアップしてるかも、ちょっとラジオはちょっとね いい感じですよ、はい、4つ目、これひどいな、めんどくさがらずにやるうん、めんどくさい、めんどくさいって普段言います、さこさん、全部ね言っちゃうよね、全部のことがめんどくさい、中学生の前でも言うから直さなきゃと思ってるんですけど、なあ、うん、なんかね、なんか言われるたんびにはあめんどくせえなお前っていうことから始まるから、じゃあこれ直しますあと次5個目、固定観念捨てる、あこれどうだろうな、これは私、うん、本当に大事だと思う、うん、固定観念捨てる意識してますこれ、うん、だからこの洋服とかにも通じるけど、今まで似合わないと思ってたものにも手出すようになったし、うん、まあ、とりあえず試してみるのはやってる、で絶対これだと思ってたこと考え方とかも誰かからポッとこれした方がいいんじゃないって来たら、いつも最初疑うことから始めてたんですけど、うん、とりあえず全部飲んでみることにした、来れた方がいいんじゃないって言われたら、あ、じゃあやってみようって、うん、で、ダメだったらダメだったら捨てて、まあ、うまくいきそうだったらそれをやるとか、うんうん、一応なんか前よりは寛大になった気がする、そこら辺固定感で捨てる、あと食べたことないの食べてみたりとか、うんうん、そういうのやってみて次、うん、これは私なんかどうしてこの目標にしたのか分かんないけど、いつもこんな感じですけど、人に頼るって書いてある、
頼りっぱなしな気がする。なんでこの目標にしたんだろう。職場で塾でもう周りみんな大学生になってきたんですよほぼ、うん、でその大学生の先生方が新しく入ってきたけどみんなしっかりしてて頼りになるので割と頼ってる、うんうんうん、から私どうしてこの目標にしたか全然覚えてない。わあ。けど毎日頼ってる。ありがとうございます皆さん。人に頼れるのって才能ですよね。うん、もうそうだよね、うん、自然にナチュラルに、ね、うん、嫌味なくで頼られた人も嬉しくなる頼り方ができるのは才能ですよ。才能ですね、うん、あでも、まあ、やってくれるってことは、うん、いやいやでもいいんじゃない、うん、いいのかな。もうなんかすいませんって思いながらお願いしたりするけど、うん、でも全然いいです頼ってくださいって言うから、うん、ちょっとねありがたいですよ本当に。頼ってくださいって言われるんだ。言ってました。すごいよね。私昨日新しく入った子に電話したんですけど、うん、何で電話したかまとまってなかったんですよ、うん、よくあるんですけど、うん、思い立ってすぐ電話するみたいな、うん、そしたら、うん、あれなんだあー分かんなくなっちゃったって何気なく言ったら、うん、あはい、頭の中でまとめてからご連絡いただければ嬉しいですという淡々とした言葉を言われましてはいありがとうございますすいませんでしたという感じで電話を切ってなんかどっかのオペレーターみたいな、はい、すごい。だからね頼ったり頼られたり、うん、けなされたりけなしたり、うん、いいのけなすのもうそうそう。なんかちょっとなんか頼み事がありまして、うん、この私の職場のね、はい、新しく帰ってきた子にでごめんねありがとうお願いしますで、ね、最近なんか入ってきたばっかりの頼ってばっかりな気がするけどって話をしたら全然いいです年下なんでもっと頼ってくださいってすごくないですかそのセリフ。すごい捉え方です ね年下だから頼ってくださいっての初めて聞いてああざすっていう感じで、そう今でもなんかもうずっと頼りにしてますけどね素晴らしい人だなこの人と恋に落ちないんですか。落ちちゃいけないんじゃない10歳ぐらい違うと思うと考えたことない考えたことないけどまあでもそういう人っていうのは黙ってても人が集まりますからまあまあ私が心配するほどでもなくって感じです。はい、何の話したっけ。あ目標の話してましたね、はいはいはい、で人に頼るまでがまあ自分一人で考えた目標、うん、これから出てくるやつは、はい、人が決めたやつ、うん、リスナーさんとか山内おじさんとかが決めた私の目標、うん、1個目新しく生まれ変わる。これなんだろうねざっくりどういうことこれなんだろうねでもまあ、ちょうど多分去年の7月にラジオ始まって1年ぐらい経つんですけど、うんはいうんその頃と私ちょっと違う感じに見えますかね皆さんから見たらどうだろう。どうなんだろう。それがちょっとでもなんか違う人がラジオやってるみたいに見えたらおそらく新しく生まれ変わるを達成してるかなと思うんですけど変わらんなって思われてたら多分変わってないので下半期頑張ろうと思いますでもその2つ目、うん、キラキラ女子になる。これよね。なんか年の割にキラキラしてないと言われて、うん、おじゃあキラキラしますよっつって、うんうん、スカート履いたりしますよって短いスカート履いて足見せますよとか言ってたけど全然履いてないっていうねキラ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 はちょっと程遠いかな。ちょっとポップにはなったけど、うん、ポップにはなったけどまだキラキラは程遠い。ラメ感はないですよね。まだラメ感大事だと思う、うん、でも私山内おじさんに、うん、何かある時いつも、うんうん、これダサいですっつって、うん、もっとラメ入れて超可愛くしましょうよ、うん、とか言うんですけど、やっぱラメ大事なんか。なんかラメキラキラ、うん、キラキラ。ちょっとなんていうんですか、寂しいところに、うん、なんかね花とかラメとか星とか入れとけば大体可愛くなるじゃないですか、うん、文体とかって。うん、だからお前みたいなやつはなんかダメなんだみたいなことね。言われる？なんか何が可愛いんだキラキラのとか言われるんですけど。大事だよね、山内さんのね、うん、こうキラキラ女子のあれがわからない、うん、だからいつもなんだろうね難しいけどでもまあキラキラしてるに越したことないですよね。私的にキラキラしてるなと思う人は最近森泉さんの妹がいるじゃないですか、うん、森ひかりさん、うんうん、星って書いて名前もキラキラしてるじゃない、うん、星って書いてひかりさん あの人綺麗じゃないですか。あんとキラキラですよ。もうラメみたい。ラメでも次元がねちょっと違う、うん、あの人は足長い。怖くないですかあれ。漫画体の半分の足ですよね。漫画みたい。
そうで、なんかあのね、笑った時に歯がいっぱい見えるのも好きで、うんうん、そうそう、最近最近好きな人です。でその次、この流れで決めたのか、インスタのフォロワー100人作るとかあるんですけど、うん、なんかもうインスタを私ちょっとかそってるというか、かそってるっていうの、なんて言うんだろう、あんま触ってなくて。過疎化しているんですか。うん、なんか人のね投稿を見てチェック して笑うのはあるんですけど、私のインスタなんか携帯が古いからなのか、なんかね勝手にフォローは外れてたり、勝手にフォローしてたりするんですよ、気がついたら。あ、ちょっと使い勝手悪くて。え、今何人ですか、フォロワー。何人だろう、開けてチェックはするんですけどね、うん、今私フォロワーね29になってるマジ身内です29です。29だから30にも満たない。え、ビブラータ公式インスタグラム、番組の、番組の公式インスタグラム何をすればいいんだろうね。え、私毎日職場と家の往復で。あ、毎日のセイラさんのファッション、うん、ファッション毎日ユニクロ着てのバレるじゃん。あれじゃないですか、毎日同じユニクロ着てのバレるじゃん。髪型変えたとかね。あ、で本当はねそれをね自分のねこのインスタグラムでやるべきなんでしょうけど、うん、なんかね昔は一生懸命やろうとして自撮りに挑戦してとかしてたんですけど、ちょっと最近恥ずかしくてですね。うん、セイラさんのインスタタグついてないからって、あ、拡散しないってことか。あ、というかあの公式インスタグラムやってほしいって来てますね。あの私のインスタをフォローしたらいいじゃないですか、うん、あ、レイニーさん、私レイニーさんに受かってるよ、インスタのフォロワー3人って一緒にフォローし合いましょう。すごいね。あ、じゃあ私の、まあ、ついでてたあれですけど教えておきますかね、みんなに、はい、これなんか私の名前を教えたらみんながフォローできるの教え方もわからない。私もちょっと言ってみよう、うん、私名前は SEEER A A A 1セーラー1って名前でインスタやってます。 S E E E R A A A 1お、いました、いました、ワンコのね絵がアイコンです。はい、フォローしました、ありがとうございます。そうそう、これでやってるので、あの暇だったら皆さんフォローしてください。ただ週1、多くて週1更新です。でも全然してますよ。してる方ですか、これ。あのね、勝手にねあのフレンチクルーラーのねキャラクター載せたりしてる。最近ハマってるクルーラーの、ミスドのフレンチクルーラー美味しいんですよ。皆さんミスド何が好きですか。そうそうそう、遊びに行った時とかはね、なんかインスタ映えしそうだなと思ったら撮って載せるんですけど、普段の生活にあんまり彩りがないのでね。今日とかすごい彩りあるんじゃない。まあ、今日はね今日こそねインスタ映えでしょ。彩りっていうか色だよねそうそうそう、あ、さっき、あ、新しい方、なんていうの、マリン、あ、マリンか、マリンさん、ハイタイラッちゃんから改名しましたよ。ラッちゃんさんですね、こんにちは、お茶ありがとうございます。はい、そう、今インスタの話してました。スプリムさんがね、うん、ワンポイントも入っていない白か黒の単色の服しか着ていなかったセイラさんから比べたら、うんうん、著しく女子力が上がった、うん、ということで、おお、褒められた、著しく、イエーイ、うん、ちょっとこれちょっと継続していこうかな。やっぱこっちの方がいいですか、黒とか白とかも好きなんですけどね、うん、あ、似合うんだけど、うん、なんかやっぱこっち着ちゃうと、うん、こっちの方が絶対似合う。あ、本当に、うん、あ、じゃあそれを信じてそういうのに着ようと思います。灰色とかがねやっぱくすむっていうのを気づきました。ちょっと、あ、進撃のめいちゃんさん、 S なんだっけ、 EEERAAA1 じゃあ私も、うん、宮里咲子で、あ、出ます、うん、そのまんまやってます。わかりました、ちょっと後で探してフォローしとこう。私フォロワー今見たんですけど、うん、いっぱい見ます、400人だった、すごっ。でもこれ怖いのが、うん、ほぼ知らない人、なんか何載せたの、うん、ちょ、子供の写真しか載せてないんですけど、うん、なんか怖いぐらい、もうフェイスブックもなんですけど、うん、もう全く知らない人からの、今あるじゃないですか、そういうなんとか、なんて言うんですか、あの知らない人がフォローする、なんて言うんですか、あれ、何、ほらあるじゃないですか、 なんだよこの仕事したらこれぐらいのお金になります、うん、どうですかみたいな副業のやつ人ばっかり、だから200人ぐらいそれじゃないかなって思ってる。それでも200人いたらいいですよね、
いや分かんない、うんうんうん、いやじゃあ300人それかもしれない、分かんないもん、来すぎて、まあね、全部認証、全部認証、認証するなよでもこれ一個一個見せたらね切れないからね、うん、そういうなんか使い方する人ちょっと面倒くさくてですね、うん、か身内ぐらいにしか教えてないんですけど、まあうん、まあねちょっと私のインスタはたまにバグるのでなんか変なの来たらしかとしておいてください。まあ皆さんあ見つけてフォローしましたってありがとうございます、はい、みんなでこれも一応ビブラート公式として一応使っていこうかな、じゃあ、はい、しばらくはもうちょっとあの生活に彩りが出たらちゃんと番組公式インスタグラムやろうかなであと1個ですよ、うん、目標ラジオドラマ作るっての掲げてるんです。忘れてましたよね、1ヶ月ぐらい空いてたらね一応あの本当計画をしてて書いてあるんです。で台本も見せて、でもうキャストを選ぶ段階に来てるんです。おで聞いてください、こういう声の人がいますって前案内があったじゃないですか、はい、絞ったんです、うん、だけどその後別に打ち合わせとか何もなくて私が選んで終わってるだけです。だからもうその人たちまだラジオってか分かんないんですけど、うんうん、とりあえずなんかまた近々ね時間があれば、みんな忙しそうだから、うん、時間ある時に打ち合わせしてラジオドラマやっていこうかなと思います。あーレニーさんありがとうございます。じゃあレニーさん私がフォローするからフォロワー4人になるねって感じで、うん、一応こういう目標掲げてましたけど半分ぐらいでしたね、うん、うまくいってるものは。皆さんどうですかね上半期。まあ梅雨もねあの関東とかも明けましたので、うん、おそらくもうねカラッとした気持ちでね明日からはね夏本番、うん、夏来て秋来てクリスマス来て、まあ、楽しいこといっぱいあると思うので、ね、皆さん楽しいことあったらビブラータに逐一報告してもらえればゴリラジオは発展していくので、はい、よろしくお願いしますって感じです、はい、うん、あそうだサッコさん昨日なんかメールあったけど、うん、7月の2週目でしたっけ3週目7月14日ですね、うん、2週目かな、うん、14日は何があるんでしたっけ防災のですね、うん、ラジオ、うん、防災ラジオがあるのでゴリラジオお休みになります、はい、ので1週目来週か、うん、来週やって次がまたお休みと。そうですね、うん、じゃあ来週何やります、皆さん何かやりたいテーマあります、たまには、ね、皆さんがお話ししたいテーマ取り上げましょうよ、うんうんうん、うん、確かに来週はセイラさんのビキニが見られるかなって。ビキニ持ってないんだよ。ビキニ持ってないんですか、うん、買った方がいい当たり前、もうこれさだってパンツとブラジャーじゃんあれ。あ今だっていっぱいあるじゃないですかこの、わかりますこっちが これぐらいのやつみたいな。お腹見えた、お腹見えたあるで、しかも最近私ユニクロハマってるって言いましたけど、ユニクロから、うん、そのなんかコラボで可愛い水着が出てたので、まあ、気が向いたら買いますよ。どこで使うか分かんないけど、あネットで買った方がね、うん、安いですねやっぱり。いや水着は大事です。水着ね、そうね、うん、まあ、それ着られるぐらいにちょっと体をきれいにしてからでしょうかな。別に体とかやる必要あります。いやもうベスト体重から10キロぐらい増えてるんで、ちょっと体が重いんですよ。重い。いやだから泳げば締まります。締まります。じゃあ水着買おうかな。えマジ私ほんと週1ですよ海。多い時週2仕事がいい。トロピートロピー泳ぎます。めっちゃ泳ぐんだ。あのね5時ぐらいだから気持ちいいんですよ。あ日はあんま出てないんだ。あいいね。出てるんですけど、まあそうだね、パリパリよね仕事帰りのね海超楽しい。あいいの。そういう海の使い方いいですね。うん、夕日見て、うんうん、ご飯ちょっとね向こうでちょっと食べて、うん、お家帰るっていう。いい沖縄満喫してる。すげえね満喫してます。いいよ。いいつも乗ってます車に。すごっ。セイラさんも今度ね行きましょう、うん、行きましょう。じゃあ水着買っときます。あ来週いいテーマが見つかった、怖い話にしましょうって。私、うん、怖がりだからギャーとかしか言わないかもしれないけど、じゃあ怖い話をテーマにします、はい、皆さんあのネタ仕込んでおいてください。私も準備しておきます。じゃあ来週は怖い話で、はい、やりましょう。はい、サコさんも。サコさん来週いる？いない。誰ですか来週決まってる？山内さん。おじさん。おじさん。じゃあおじさんに怖い話考えてって言っていただきます。あるかな。あるかな。おじさんの怖い話だいたい最後オチがね、うん、怖くなく終わるんですよ自分の玉だったとかそっちに、ね、結局ねそっちに流れるんだ、うん、何かなと思ったら玉だったとかね、うん、まあ、そういうのないからって言っておいてくださいガチのやつ。ガチのやつね。もうたまにはガチのやつやりましょう。私もちょっと昨日怖い話聞いて、
ガチにすぐ寝てしまったんですけど、ちょっと怖い話集めてきます。はい、いいね、いいよ、ありがとうございます。じゃあ来週、じゃあ来週またお会いしましょう、はい、ありがとうございました。バイバイ、さよなら。久しぶりに綺麗になったスクリームさん水質汚染してない、して